持ちがちょっと強かったんですね。そんな感じですね。グラブボール見るよりも守備位置見てしまった感じが。ああ大原です。3人目のジョナナスピッチャーは大原です。香川17球で交代です。リリーフカーから大原今マウンドに上がります。3人目、いやしかし熾烈な3位争いですね。両チームと苦しいですね。もう一気に引けないというところですからね。本当ですね。もうピッチャーをどんどん吸い込んできますね両チーム。まあ、8月戦線これから始まったばかりですけども、この1ヶ月は長いですよ。そうですか。昨日3位だった DeNA が1つ負けで5位ですから。そうなんですよ。逆に中日だって今日落としたらあっという間に3位から5位ですもんね。でこれでやっぱり8月にですねちょっとヤクルトがその元気になったらですね、はい、また4チームダメになっちゃいますからね。あそうですか、はい、あこれ3位になればクライマックス出られるわけで、はい、3位争いダイエットしてますけど 0.5、はい、ヤクルトでも 5.5、はい、ですから 5.5 ゲーム差の中に4チームがいると。4チームいるということです ね、はい、ですね。だから上の方は 6.5 10ゲーム空いて 6.5 ですからね、はい。木村さんおっしゃって8月長いってどういうところから長く感じるんですか。あのね毎日こういうゲームが続くんですよ。はあ。要するに一つ勝ったら順位が動く、一つ負けたら順位が動くっていう、そういう試合するってもうなんか疲れるんですよね。あもう本当に根比べなんですよ。なるほど。ね、で、ね、粘って打っていくのを待つというか、はいはい、もう本当にあの変な言い方ですが根比べなんですよ。あそうですか、はい、さあ今先ほどのホームランを加えていきまして今日最初の打席では森の同点ホームランを打っています。さあ内野バック交代制、ワンアウトランナー二塁三塁、中日一塁逆転のチャンス。ピッチャー大原1球目まずカーブから、今日3人目のピッチャーです。本比べその最初って感じですね、はい、この3連戦が。おそらくそういう感じですね、これから毎日この8月1ヶ月ですね、はい、いろんなところと戦いながらそれをずっと背負っていかなきゃいけないですよ、はい、で結局粘り勝ちっていう、最後は粘ったチームが勝てるんですよ、ボールワン、バットバットにかすりました。チップ空振り、ワインエンドワン。だからこういう戦いをする中で言いますとね、まあ、今日の試合はまだどっちに転ぶか分からない試合なんですが、例えば前半で3点、4点リードした試合っていうのはもう確実にものにしていかなきゃいけないんです。今日ベスターズ 4-1 でリードしてましたからね。こういう試合を確実に取っていかなきゃいけない。143キロはボールということは、これを落としちゃいけないわけですね。そういうことですね、DeNA からすれば今日の試合っていうのはどちらかというと勝ちパターンの試合だったわけですから。いや苦しいこの6回の表、中日は当たってきている森野、一打逆転のチャンスです。今日センターはモーガン、一球一球にご覧の守備位置をご覧のように変えています。今日は足で非常にいい動きをしているショート梶谷、外角ボール、スリーワン、ワンアウト。この森野を出すと満塁で次がヒットを打ってる高橋周平です。まあ左バッターが続くというところで、ピッチャー3人目左の大原、スリーワンファールです。なお今日先発のコークロは5回78球でマウンド降りました。78球でした。ピッチャーの大原、9番に入って9番ピッチャー大原です。いやフルカウント苦しいところですね。もうピッチャーってのはこれだけは大変ですね、はい、スローからサインを送ります。外にミット動きました。あっと取れません。ファウル、ファウル。
キャッチャーの鶴岡が悔しがりました。取ってあげればというところですけどね、土手に当たりました。いいスライダーだと思うんですが、いいことで投げてるんですがね。いいコースですか。もう外ギリギリでしょう。これはキャッチャーの鶴岡和成も悔しい一球でした。スリーツーが続きます。二塁三塁です。ワンアウトスリーツー、中日逆転に成功しました。6回の表、この回森野のスリーランが生まれました。体勢崩れたんですけどね、同じようなボールだったんですが真ん中に寄りましたね。今のボールが ねその前ファウルしたボールからやっぱり1個半入りましたね、はい、そうですね、逃しませんでした。まあ、しかし木下さんおっしゃったように森野はこの2本でちょっとよみがえるかもしれません ね一つねきっかけになるかもしれませんね。そうですね、まあ、中日としてはそういうふうな、はい、ね、ことになってほしいと思ってるでしょう。7対5バッターは高橋周平、1球目ストライク、まだアウトカウントは1つ。いやしかしここでDeNA は気落ちしちゃいけませんね。そういうことですね、まだ2点差だという取り組み方しなきゃいけないですよね、前半は4対1リードでしたが逆転されました。非常に慣れてきたというこの高橋周平、もともとリストの強さ、バットコントロールは超高校級でした。背番号31、神奈川県出身、東海大甲府高校を経て11年ドラフト1位、まあ、1年目の2軍ではホームランキングになったんですね。そうですね、ホームランキングになったんですが、ちょっと本数物足りなかったですね。そこまでの本数じゃなかった、この選手ならもう少し打てるかなと思ったんですけどね、あと外のスライダー空振り、ここはほら、まあ、こういう球を森野にも投げたかったんですが、逆転ホームランありました。高橋三振、今日はファーストゴロ、センター前ヒット、高橋は空振り三振、3打数の1安打。まあ、この森野も神奈川県出身です。まあ、森野もミートした時の打球は伸びますね。やっぱりね、いいもの持ってますからね、バッターボックスは変わって8番の谷繁、ツーアウト。まあ、しかし木下さん心配した、まあ、先発以降の中継ぎ、そうなんです ね弱いところが出てしまいました。つなぎ方がなかなか難しくてね、だから5回からがちょっと長いんですよね。長いですよね、はい。まあ、高川も挟んで3人目の大原でしたが打たれました。まあ、デニーコーチも最近験担ぎか髭を長くしてますけども、ご覧の表情、なかなかうまくいきません。まあ、あの高木豊チーフコーチも本当にこの3連戦大事で、今日相手ピッチャーが株江が恐らくした病だよなということで、はい、まあ、好投手が続々と来ますからね、はい、ちょうど今回はですね、中日でいうと表の3枚が来る、はい、ローテーションになってるんですね、はい、やっぱりいくら打撃がいいと言ってもいいピッチャーにかかるとそうそう打てないですからね、はい、ちょっとこの3つは厳しいというか、大変な試合になるんだというふうに言ってましたが、その言葉通り接戦。今日の谷繁はショートゴロと送りバント、空振り、杉川との三振、しかし大原打たれました。この表情、中日が逆転に成功しています。7対5、
ここで東京赤坂のニュースバードスタジオからこの時間の最新ニュースを伝えてもらいます。